転職を考える際のチェックリスト、概要欄のケアキョーラインから無料ダウンロード。皆さんこんにちは、ケアキョーです。今回は月給9000アップ政策のアンケート結果を解説します。皆さんの職場ではいくら上がりましたでしょうか。ぜひ他の方がどれぐらい上がったか確認をしていきましょう。まずこの9000アップ政策のおさらいです。今回の給与アップ政策は岸田首相による分配政策、新しい資本主義の経済対策の一環として始まることが決定。介護職の月給の 3% の9000円程度、すなわち年11万円のアップが目標。この2月から9月は一時的な補助金で対応。恒常的に給料を上げるために10月からは新しい加算となる予定。詳しい解説は以前ケアキョでも解説をしていますので、概要欄から以前の動画をご確認ください。それでは気になる皆さんの職場で9000アップしたのか確認をしていきましょう。ケアキョで308名の介護職の方にご協力をいただいたアンケート結果です。すでに給料アップ済み 49%、 今後給与アップ予定 12%、 給与アップなしと発表済み 6%、 説明すらされておらず給与アップはなさそう 33% という結果になっています。おおよそ全体で見ると6割の方は給料がアップ、残りの4割の方が給料アップなしというふうな結果になりました。それでは具体的な金額としては皆さんどれぐらい上がっているのでしょうか。すでに金額が判明している方のアンケート結果がこちらです。ご覧いただいて分かる通り、1000円以下の方から1万円以上の方もいるなど、非常にばらつきのある結果になっています。割合が多い順に言えば、月給1000円以下のアップの方が 19%、 月給5000円から6000円アップの方が 18%、 月給4000円から5000円アップの方が 15% となっています。上がった方の中で言えば5000円前後上がったかなというようなご感覚の方が多いのではないかと思います。中には1万円以上上がったという非常に手厚く分配されている方も 8% いらっしゃいました。羨ましい限りです。皆さんはご自身の金額と比較してみていかがでしたでしょうか。そしてこうした処遇改善を踏まえたお給料全体に対する皆さんの満足感はどうでしょうか。皆さんのアンケート結果がこちら。とても満足、満足を合わせると全体の 16%、 とても不満だ、やや不満だという方を合わせると全体の 64% という結果になっています。やはり不満な方が正直多いようです。ここまでご紹介したアンケートを振り返ってみると、今回の給料アップ政策でお給料が上がったという方は全体の6割、お給料が上がった方の中で政策目標である月給9000円以上アップした方はそのうちの 14%、 単純に計算をすると6割の 14% なので、月給9000円以上アップしたという方は全体の 8% から 9% 程度というような結果になっていそうです。もちろん全国200万人の介護職の方にアンケートをしたわけではなく、ケアキョをご覧いただいている300名の介護職の方にご協力をいただいたアンケート結果ではありますが、大きくは政策の意図した通りの結果には到底及んでいないということができそうです。また介護事業所のタイプ、役職、雇用形態、地域エリアなどにより違いもあるとは思います。ただやはり全体的にはまだまだ政策目標には届いておらず、皆さんの不満度も高いという現状のようです。まだまだ介護の業界人手不足ですので、より一層の処遇改善とその徹底を期待していきたいところです。またご自身の職場はこんな状況だけどどうしたらよいかなどの個別のご相談は、概要欄からケアキョーラインまでぜひご相談ください。またケアキョーアンケートへのご協力もありがとうございました。ケアキョとしても介護職の皆さんの声をよりどんどん発信していきたいと思いますので、ぜひこれからもケアキョのアンケートへのご協力よろしくお願いいたします。今日の動画もご覧いただきありがとうございました。いいね、動画へのコメント、チャンネル登録もお願いします。またケアキョでは介護職の皆様のための相談窓口も用意しています。職場のトラブルから人生相談まで何なりとご相談ください。それではまた次回の動画で、さよなら。